こんにちは、ひろひろです。今回は100均のコットンレース生地を使ってミニポーチを作っていきたいと思います。大きさは 13cm×10cm の小さめのポーチになっています。カードや細かいものを入れておくのにちょうどいい大きさだと思うので、よかったら作ってみてください。レースの生地は薄いので厚みのある生地と重ねて作っていきます。重ねる生地はグレーの帆布生地と紺色の帆布生地と生成りのキャンバス生地で作ってみました。重ねる生地によって模様の出方が変わってくるので、お好みの生地で作ってみてください。ファスナーはダイソーで購入した12センチのファスナーを使用します。コットンレースのはぎれはお好みのはぎれを使用してください。帆布生地はダイソーで購入しました。グレーと紺色を購入しました。帆布生地がない場合はキャンバス生地など厚みのある生地を使用してください。内生地はシーチング生地を使用します。15cm×11cm のレース生地と帆布生地と内生地を2枚ずつ準備します。アイロンを当てて生地を伸ばして、帆布生地の上にレース生地を乗せて両サイドを縫っていきます。レース生地は表と裏が分かりにくいのですが、刺繍がきれいに出ている方を表にして、表面を上にして帆布生地の上に置いて両サイドを縫っていきます。このような感じで両サイドを縫って帆布生地とレース生地をくっつけておきます。ファスナーの持ち手を下にして表生地に当てて1回縫います。ファスナーの端は内側に折って縫っておきます。このような感じで縫っておきます。次に内生地を中表に合わせて1回縫います。ファスナーを表生地と内生地で挟んで縫ったら、この生地を開いて反対側にも生地をつけていきます。ファスナーの持ち手を下にして表生地の上に縫い付けていきます。ファスナーの端は内側に折り込んでおきます。この上から内生地を中表に合わせて縫っていきます。ファスナーに表生地と内生地を縫い付けたら、この生地を開いてアイロンを当てていきます。表生地と内生地はしっかりと開いておきます。ファスナーの引き手を避けてアイロンを当てておきます。アイロンを当てたら、表生地は表生地、内生地は内生地で重ねていきます。ファスナーを少し開いて、ファスナーを内生地の方へ倒して、表生地の端を合わせておきます。表生地の端を合わせたら、洗濯バサミで留めておきます。反対側も同じようにファスナーを内生地の方に倒して
表生地の端を合わせて洗濯バサミで留めておきます。両サイドがずれないように両サイドを先に縫ってから周りを縫っていきます。内生地に返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。返し口を開けてぐるっと一周縫ったら返し口からひっくり返していきます。内側のファスナーをずらしてひっくり返していきます。ひっくり返したら返し口を少し内側に折り込んで閉じていきます。返し口を閉じたら生地を表生地の中に入れて形を整えて完成になります。